ポイントっち忘れずにしとけっち。イベントの予感っち寄り道していく。メイドパフェはいかがですか？今なら安くするっちゃ。あ、どうしたんだ？まさかお腹でも空いたのか？空いたっち。さっきどうしたっち？ううん、なんでもない。なんか心ここにあらずだな。一体どうしたんだ？朝日、ちょっと来いっち。なんだよ。どうしたんだ？なんだか最近サキの元気がない時があるっち。元気がない？あのサキが食欲をなくしてるっち。それは事件だ。おいらサキが心配っち。なあピン君、サキについて何か変わった様子はないか？実はおいら見ちゃったっち。サキが携帯で地元のことを調べてた姿をっち。その時も神妙な顔してたっち。もしかしてホームシックか？ホームシックってなんだっち？地元のこととか思い出して懐かしくなることだよ。そういえば前もだけど、さっきなんで俺はバニラソフトでお前はずんだソフトなんだ？仕方ないじゃない。だってつい懐かしくなっちゃったんだもん。よく放課後こうしてたなって。ホームシックに間違いないっち。まあなんだかんだ地元を離れるのは寂しかったりするもんな。どうしたら治るっち？俺たちがしてやれることだろ。だったら地元の味を思い出させてやるとか。それがいいっち。おいら久しぶりに牛タン食べたいっち。あれ、さっきってどこ出身なんだっけ？伊達政宗っち。シャッキー。そっか、仙台か。そういやずんだソフト食べてたな。だったら秋葉原駅に行こう。確か仙台の物産展をやってたはずだ。名案っち。きっと地元の食べ物で元気出るっち。さき、秋葉原駅に行くぞ。え、いいからいいから。どうして駅に？いいからちょっと待っててくれ。ほらこれ。これってずんだ餅？ちょうど仙台の物産展がやってたんだ。どうだ、懐かしいだろ？え、これを私に？まあいつも助けてもらってるしな。本当に？朝日にしては珍しいこともあるのね。素直に受け取れって。ありがとう。美味しかった。相変わらず食うの早いな。懐かしい味だったわ。これよくお母さんが作ってくれたの。お、ちょっと元気出たみたいだな。え、どういうこと？あ、なんでもない。それじゃあ今度はエトリだ。確かあそこでも。じゃあちょっと待ってろ。え、また？チッチッチ。ピン君？はい、お待たせ。じゃあこれをどうぞ。これって笹かまぼこじゃない？懐かしいだろ。それ前に惣菜売り場に並んでたのを見かけたんだ。ねえねえ、もしかしてこれも食べていいの？ってもう食ってんじゃん。この食感と味、やっぱりいつ食べても格別ね。なんだかもっと食べたくなってきたわ。そんじゃ
いいところへ連れてってやるよ。いいところ？ああ任せとけ。 UBX に美味しいお店があるんだ。前にこのビルにも飲食店がって言ってたわね。だけどいいところって？牛タンだ。牛タン。私ね、お肉の中で牛タンが一番好きなの。朝日ありがとう。美味しかったわ。でどういうことだ？え、何が？何がじゃないって、お前が頼んだの一番高いやつじゃないか。だって朝日のおごりだって言うから。っていうか牛タンって高かったんだろ。でもまあいっか。ねえどうしたの？なんだか今日の朝日は変よ。失礼なやつだな。だけど変だったのは咲の方だろ。あ、もう元気は出たみたいだけど。何の話？ホームシックっち。え？ホームシック？誰が？いやお前が。なんで？は？おいピン君、どういうことだ？おいらは嘘ついてないっち。おいらは絶対に見たっち。さきは携帯で地元を調べてたっち。家政婦ばりに見たっち。え？調べてたけど？それで神妙な顔してたっち。っていうわけなんだけど違ったのか？ええ、違うわよ。は？だけど、神妙な顔してたっち。あれは考えてたのよ。ちょっと気になることがあって。気になること？うん、そうよ。共通語と方言を調べていたの。ほら、だって恥ずかしいじゃない。うっかり方言出ちゃったら。なんだ、そんなことかよ。何よそれ。だけど、どうして食欲がなかった？それはその最近みんなとの食事が楽しくてつい食べ過ぎちゃってたなと思って。んだよ、ダイエットかよ。スタイルを維持するのは大変なのよ。まあ元気ならよかったよ。なんだか心配かけちゃったわね。ありがとう朝日、ピンク。いえいえ。ていうかさ、さっきは地元だと方言なの？え？そういえば、さっきはこっちに来て話し方が変わったっちゃ。そんなことねっちゃ。じゃあ。ここだ。って、なんもないじゃないか。そんな気軽に入れる場所じゃない。ちょっと待ってろ。え、嘘。あれって、でも。もうそっ。扉って。ああ、ここが妄想管理局への裏口だ。どう見ても妄想宮の入り口だよね。どういうことなんだよ。だから言ったろ、秋葉原の裏側だって。妄想宮を抜けた先、そこに妄想管理局は存在している。管理局すら妄想の存在だなんてことはないよな。さあどうなんだろうな。
今となっちゃ何が現実かわかんねえ。だとしてもこの先に管理局がカノンがいるかもしれないんだよね。それなら行かない理由はないな。気をつけろよ。いざって時は逃げろ。いいな。セーブポイント。潜入してやったぜ。秘密基地に夢中か。ほんと子供ね。でも俺ヤマトの気持ちわかるよ。あんた何言ってんのよ。なんだか胸が躍るんだよ。こんな大変なことに巻き込まれてるっていうのにな。リュウはちょっと怖いです。大丈夫、僕たちは負けないよ。油断だけはすんなよ。わかってるって。そんじゃ突破しちまおうか。扉を突き破るっち。
扉を進むっち。扉を突き破るっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。扉を突き破るっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵がいるっち。どうするっち。扉を進むっち。ここから戻るっち。オイラもう疲れたっち。扉を突き破るっち。敵がいっぱいっち。なんでこんなっち。いや、これ3年生にパークがたたっぜ。ミズキ任せて。するっち。近くにお宝がありそっち。敵がいるっち。どうするっち。ここから戻るっち。オイラもう疲れたっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。いや、敵は3体っち。焦る必要はないっち。追いかけて。水木が生き抜いたっち。1体倒したっち。敵あと1体っち。さっさと終わらせろっち。扉を突き破るっち。いるっち。オイラは戦いたい。敵は3体っち。先生でも油断大敵っち。3年生っち。やった。まだピクラスだっち。このままを逃げるっち。残り1体っち。袋叩きにするっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。扉を発見ち。ノッコ。お宝の匂いがするち。さっさと探せっち。